久保さん桜井ししましょう麻雀久保さんの家にもね桜井翔一のね壁紙がありますからね運は見えない故に感じなければならないと深いっすね例えばあの久保さんは運をつかんだと思うんですねマ麻雀店やってて <laughs> ずっと麻雀店のおっさんだったんだけどあのネットビジネスっていう運をつかんで、まあ、それをものにしたと思うんですけどその時にね多分 俺、麻雀図しかやってないからな、みたいな。インターネットできるかなってなんか考え出したら、多分、踏み入れることはできなかったんじゃないかなと。だって、考えれば考えるほど、無理じゃないですか。だって、今まで麻雀店しかやってこなかったんだから。<laughs> 考えれば考えるほど、多分、無理っていう、ううあの、答えに行き着くんじゃないかなと。ただ、久保さんは何かその、感じるものがあったんでしょうね。これだっていう。でも、そこになんか、あだこうだ考えてたら、 理論的に考えてたら多分今はなないんじゃないかなと思いますだから桜井翔一さんやっぱすごいですね勝負師はこの言葉にしてるっていう運は見えないまあもう見えないですよね故に感じなければならないとどう感じるかですよねまあどう考えるかっていうのも大事なんだけどもやっぱこの一歩先を行ってるというかうん感じるっていうねうんこれは目に見えないものだからね やっぱ桜井翔一さんはすごいですね。運は見えない。故に感じなければならないと。あと、相手において、勝負において相手の情報は必要ないと。これもね、すごいいい言葉だなと思いますね。勝負において相手の情報は必要ないと。だからこれはまあ感じるっていうか、相手のなんかを感じるっていうところにまあ精通する部分あると思うんですけど、多分その、 情報があればあるほど情報に操作されてしまうっていう確かに情報は大事な部分はあるんだけど情報があると心理が見えないというかねうんいやこれはやっぱ勝負師桜井翔一の、まあ、格言かなと思いますね感じろと手配を感じろみたいな感じですよね だ赤,赤木もねあの福本作品の赤木に出てくるのも考えてるのかっていうと、まあ、考えてる部分もあるだろうけれどもなんかね相手を感じてる部分が非常にあるんですよねうん <laughs> そうこれやっぱすごいっすねうんいってらっしゃい